はい、こんにちは。ホビケンゴリシでございます。今日はこちらで遊んでいきましょう。ゾイドワイルドのドライパンサーとキャノンブルで50センチ走をやっていきたいと思います。どんな結果になるかがね、もう全く読めないので、前回のね、前々回か、綱引きやってみた時みたいな感じでね、ちょっとどういう結果になるのか本当にわからないので、それ見ていただいての楽しみにかなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、それでは準備ができました。ちょっとね、手作り感満載ではあるんですけれども、ドライパンサーとキャノンブル、横一線に並んでおります。さあ、それではスタートしていきたいと思いますが、ちょっとお待ちください。それでは、用意、スタート。さあ、両者、とてもいい試合をしています。おっと、ここで、キャノンブルが、ドライパンサーの妨害に入っております。まさかの、左へ寄る。そして、お、キャノンブル優勢か？優勢か？キャノンブル、角が入って、今、ゴール！第1戦、キャノンブル勝利。ということでね、さあね、第2戦も張り切っていきましょう。それでは、位置について、用意、スタート！またもやキャノンブルがドライパンサーの進行を妨害しております。なんということでしょう。もうえげつないほどの進行妨害。ドライパンサー進めません。さあ、そしてここでゴール。第2戦もキャノンブル勝利ということで、またもやキャノンブル圧勝です。ね、見た目からしてね、キャノンブルとドライパンサーだと圧倒的にドライパンサーの方が足が速そうなんですが、まさかのね、キャノンブル圧勝ということで、今回の50センチ走、まさかの幕引きとなりました。はい、ということでね、今回はゾイドワイルドの、ドライパンサーとキャノンブルで、50センチ走をやってみました。内容もね、ちょっと反則気味かなと思いつつも、角がちょっとずるいような気はしましたけども、キャノンブルの圧勝と、足速そうな見た目でね、まさかちょっと遅いと。で、キャノンブルはキャノンブルで、進行防衛をしすぎというような感じになりましたが、キャノンブル圧勝ということで、50センチ走ちょっと面白かったんじゃないかなと思います。で、今回の動画もね、面白かったなとか気に入ったなと思った方は、いいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いいたします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。